阪神青柳さん、ベテランの優遇はないと受け止めた。阪神青柳晃洋投手30がベテランの覚悟を示した。藤川新監督とは20年に引退するまで5年間一緒にプレー、気心は知れているが力がないベテランは必要ないという15日の就任会見のシビアな発言を重く捉えた。ベテランだからって優遇はないよと僕はそう受け止めました。結果が出なかったこの2年なので復帰するような活躍が必要になってくると思う。藤川監督が引退した翌年の21年から2年連続最多勝の大活躍、開幕投手を任されたこの2年は成績を落とし、今年は2勝止まり、来季巻き返しへの覚悟は強い。球児さんにはいろいろ教わることも多かった。技術的なことや考え方がすごい。しっかり会話していければこの日は甲子園で体を動かし、帰国するビーズリーの見送りに関西空港へ。本当に仲良くできた、来年も一緒にやれたらと笑顔で手を振った。青柳投手は頭に力がある投手だと思う。しかし制球に難があるので、飛球や甘い球を痛打されランナーを背負うとクイックに意識が行き過ぎて、さらに球に力がなくなり制球も乱れる印象です。青柳投手みたいなタイプって他とあまり被らないから、大手の一角になってくれるとチームとしてはありがたいんですよね。同じような投手が並ぶと相手の目も慣れるし、ふてぶてしい顔でバッターの内外角をズバズバつくあのピッチングがまた見たいです。そうそう、自分を追い込んで、あとは監督の助言聞いて、コントロールの弱点を気にするあまり持ち味だった動くストレートがいかなくなった。関空まで見送りに来るチームメイトってなかなかいないですよね。それだけ青柳投手とビーズリー投手仲良しなんだと思います。2人とも来シーズン活躍してほしいです。青柳はまず審判のストライクとボールの判定を受け入れれることから始めた方がいい。ストライクと思ってもボールと判定されたらすぐニヤニヤして手を振ってないわって態度に出す。真ん中付近をボールと言われても淡々としてた能見さん見習ってほしい。青柳さんの本家はパワーピッチャーやのに、年々球威が低下していて、球威が以前ほどではないためにコース狙いすぎて組み立てが厳しくなっている。藤川監督の言葉と岡田監督の勝ち投手寸前で交代させられるという荒治療が来年に効いてくるといいですね。期待の表れだと思いますよ。青柳さんはまだやれるはず。来年は巨人の菅野みたいになってファンを驚かせてくれ。菅野も復活した。青柳だってまだまだ復活できるよ。ベテランだからといって特別扱いはしないよということでしょうから。球児さん言うたらあかんらしいで、監督って言わんと。逆に力がなくてもベテランは必要という監督がいたら嫌だわな。笑い。開幕投手を託した岡田監督の期待は大きかったんやろな。復活を期待してます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。